中谷防衛大臣は南シナ海をめぐる国際的な仲裁裁判で中国の管轄権の主張に法的根拠がないという判断が示されたことについて判断は最終的であり紛争当事国は従う必要があるインドとは南シナ海における紛争が平和的に解決されるよう引き続き連携したいと述べました。これに対し、パリカル国防省は、仲裁裁判の判の断で、 法の支配の重要性が示されたので、これに基づいて紛争の平和的な解決を求めていきたいと応じました。そして、両大臣は海洋安全保障の分野での防衛協力を一層強化するため、防衛当局間による海洋戦略協議を新たに設けることで合意しました。